3月初旬、徳春別山に樹氷を見に行きました。正面に徳春別山の山頂が見えています。振り返ると羊蹄山が見えました。山頂は樹氷で真っ白です。山頂までは3時間の行程です。800メートル地点から樹氷が出てきました。樹氷の白と青い空のコントラストが綺麗です。岳看板の樹氷がきれいです。900メートル地点から樹氷がきれいになりました。2時間半で1000メートル地点の樹氷が美しい大地に出ました。
1100m まで上がります。上から見下ろすと樹氷原が広がります。スタート地点にある牧場のバロンがやってきました。人懐っこい犬でコースのガイドをしてくれます。これから先は風で凍っているので、ここから下山しました。羊蹄山を見ながら降りていきます。エゾマツの樹氷の森を抜けていきます。
ふかふかの新雪を走っております。広大な牧場を歩いて帰ります。1月中旬に徳春別山にクロカンスキーで樹氷を見に行きました。広大な牧場からスタートします。上に上がっていくと樹氷が出てきました。真っ白な森を歩いていきます。クロカンスキーは軽いのでサクサク歩けます。雪の花が咲いたようです。白一色の世界を歩きます。スノーシューと違い、帰りは滑って帰れるので、楽で楽しめます。
牧場の犬のバロンがガイドしてくれます。しっかり先導してくれています。1000メートルから上は樹氷がきれいです。美しい景色の中を歩きます。ダケカンバの樹氷がきれいです。雪の花が咲いたようです。山頂は真っ白になりました。樹氷の奥に羊蹄山がきれいです。白い世界を歩きます。1100メートルの樹氷原に着きました。樹氷のモンスターが出てきました。
眼下に広がる樹氷の森です。樹氷のモンスターです。2月中旬、徳春別山山頂まで上がります。有珠山が見えています。雪うさぎの足跡です。山頂は真っ白です。空の色が真っ青で、冬しか見れない色です。樹氷のモンスターが出てきました。
樹氷の中を歩いていきます。純白の桜が満開に咲いたようです。樹氷のモンスターが並んでいます。冬の羊蹄山は本当に富士山のようです。山頂へアタックします。ここから斜面が急になります。真っ青な空に登っていきます。眼下に真っ白な樹氷の森が広がります。
登り始めて3時間でついに山頂が見えてきました。徳春別山1309メートル、山頂です。支笏湖の恵庭岳がきれいに見えます。ホロホロ山がきれいです。恵庭岳の札幌オリンピックのコース跡です。支笏湖ブルーがきれいです。ダイヤモンドダストが見えています。ホロホロ山の方へ降りていきます。支笏湖の全景が見えます。徳春別山がまるでマッターホルンのようです。本当にマッターホルンです。冬の徳春別山は樹氷の美しい山です。1月中旬から2月中旬にかけて樹氷がきれいに見られます。山を上がるにつれ樹氷がきれいになります。
晴れた日は真っ青の空に純白の樹氷が映えます。厳冬期の冬しか見られない絶景を見ることができる素晴らしい山旅でした。